大阪大学大阪大学核物理研究センター大阪大学核物理研究センターは大阪大学の不研究所1971年に設立された加速器を有する日本では1936年に大阪帝国大学でサイクロトロンの建設が始まった1937年に 理科学研究所の西名義夫が主導して、日本初の26インチ小サイクロトロンが完成した。あと、少し遅れて、大阪帝国大学でも24インチ小サイクロトロンが完成し、1944年に理科学研究所に手200トンの大サイクロトロンが完成した。第二次世界大戦前から戦中にかけて、日本国内に設置されたサイクロトロンは、 理科学研究所に、大小2台、大阪大学に1台、京都大学に1台あったが、戦後には GHQ によって破壊された。大阪大学に設置されていたサイクロトロンは1台だったが、ベータ線スペクトロメータ用の磁石をサイクロトロンと誤解され、破壊された。この破壊行為が、アメリカの物理学者たちの批判を浴びた後、1951年5月に、 来日したアーネストローレンスはこれらのサイクロトロンの再建を促した。ありがとうございます。